皆さんこんにちは。前回に引き続き森のイノベーションラボ藤野からお届けします。最初の曲は18世紀フランス狩りのファンファーレをお聴きいただきました。次の曲はゲオルク・フィリップ・テレマン作曲のトランペット・チューンです。テレマンは後期バロックを代表するドイツの作曲家です。この当時の宮廷では儀礼用として特にトランペットが重視され、トランペット奏者には特に高い地位が与えられていたそうです。宮廷で鳴り響くトランペットをイメージしてお聴きください。